はい、今日紹介するのはこちら、変形ガイア恐竜ファングメモリです。はい、これアマゾンでですね、まあ、新品だと1万超えなので、まあ、中古のいい状態のものを、購入しまして、半額ぐらいですかね。はい、仮面ライダーダブルがですね、変身するファングジョーカーという携帯のですね、ファングメモリになります。はい。一応、メモリ状態とこの恐竜形態2つあるということで、上を見ると、三辺形書いてますね。ちょうど、この左下にですね、ベルトに装着した時の図があるんですけれども、この、恐竜みたいなこの、またボリューム感ですね。が好きですね。裏面は、よしよし。はい、ライブモード。尻尾を押すとファングの方向音が発動。ギャオーってにメモリモードに変形。で、変身ファングジョーカー。で、ドライバーに装着した後連動ですね。一回尻尾をするとですね、アームファング。二回目ショルダーファング。三回目マキシマムドライブ。という風になってますので、早速開けたいと思います。はい。では、早速開けます。まあ、中古で買いましたので、こんな、包まれてない状態ですね。はい。一応ですね、上蓋にこの説明書と、まあ、注意事項のやつがついてます。早速、よいしょ。もうすでに、これが、見えない。一応恐竜モードですね。手があれなので。ちょっとですね。なくないかな。よいしょ。ちょっと手が。あら。あら、曲がらんとかな。お、怖い怖い。壊れる、壊れる。曲がらんと。これ以上曲がらんとかな。これ以上曲がらない。よいしょ。感じが、そのライブモードですね。ちょっと電池入れてます。電池、あら、どういかな。ちょっと音が鳴るようにしました。あ、骨が折れた。はい、こんな感じ。この尻尾ですね。あ、逆かな。尻尾を押せば、おう。3種類ですね。はい。一応ですね、中古なんですけど、まあ、若干擦れたところがありますよね。どうしてもこの尻尾のとことかですね。この部分とかですね。まあ、若干、この辺とかね。ああ、まあ、この辺とかもですかね。はい。粗探しをすればいろいろあるんですけど、まあ中古なので文句は言えないですね。この辺と、一応この辺とか。はい。というところでですね。今度は、一応、メモリ携帯、ベルトに挿すときにはですね、この中から、おう、ファング、これが、メモリですね。ファングメモリ。はい。ここのボタンは一つの音声だけですね。で、これを
ドライバーに装着したいと思います。よっしゃよっしゃ。で、じゃーん、登場しました。ドライバーが、もうちょっとね、こう番組も映るようにねしたいとこですけど、なかなか高さが、あ、今線このぐらいかな。はい、ではまずこちら、ジョーカー、あいたに、ハングを刺して開けますよ。すごいボリューム感見えますかね、このファングの、どうしよう、目いいですね、いいわいいわ。でこの、恐竜モードの時は尻尾でしたけどね、これ尻尾じゃなくてもなんかあの一角銃みたいな、こう角になってますね。何や一角銃って。一回します。アームファング。二回。ショルダーファング。はい、三回目。なんかここの、その1回したり2回したりとかいうところがやっぱりこの戦国ドライバーの必殺技のですね、1回目、2回目、3回目と似てるので、まあこのパターンが、ああ、戦国ドライバーにも来たのかというなんか感じがしますね。はい。まあ、ジョーカー、ファングジョーカーという組み合わせがですね、一番相性がいいということで、多分劇中にはその、トリガーとかメタルとかはですね、登場しないと思うんですけど、一応あのトリガーでもあのメタルでもですね、このジョーカー部分に差し込んで遊ぶことは可能です。ただあのマキシマムスロットにはですね、差してももうすでにこの3回目でマキシマムドライブが出ますので、でファングメモリーはマキシマムスロットに挿しても何も反応なしということみたいですね。はい、今日は、デラックスじゃないね、ファングメモリーを紹介しました。では